I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能はいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。9月13日のダイジェストです。13日の午前中はルーティンとお料理、午後は料理の続きとお昼寝とオラクルカードの制作、夜はルーティンと動画編集をしました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングもちょっと足りなかったですね。体重測定をして、8時間睡眠できました。ユートレさんとマリナトレさんで運動しました。オレンジ色をお休みしていて、黄色がアクリル絵の具でオラクルカードを描きました。動画編集とブログも書きました。黄緑色の拡散が Twitter2 つ、Facebook2 つ、YouTube1 つで、ノートとホームページとアメーバーとブロガーでシェアをし、LINE ブログで日記のタイムラインを上げています。Instagram1 つ上げました。緑色の、ガーデニングが草取りと枝払いをしてあります。水色が計画を立てて、青色が暗記暗唱、虎ノ門ニュースほんのちょっとだけ見ましたね。紫色が、そう、何もやってないですね。なんかすっかり占いからちょっと仕事を立ち上げるのに忙しくて遠のいているので、また復活させたいと思います。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみ整えて誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色が料理たくさんしました。火曜日なんですが、日曜日の分までやっちゃいました。皿洗い、洗濯、整理、マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス、薬飲む、サプリ飲むが相変わらず抜けています。寝る前の整理整頓、本ようやくチャンネルさんのは、今回は見ていないですね。で、アラサー夫婦さんの一つ見ました。黄土色で両学長さんの2つ、アラサー夫婦さんの1つ見ました。茶色のぼーっとするお昼寝漫画、甘酒作り、発芽玄米作り、全粒粉パン作りやりました。夕涼みもできました。読書2冊並行して読んでいます。白が掃除浄化、のり東京お香を、お祈り、薬師寺観音さんので掃除機をかけて、金剛院さんので読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育ってたかということですが、ハンモックでゆらゆらして茶色のリラックスの才能を育てました。料理をして薄橙色の共感の才能を育てました。読書をして灰色の研究者の才能を育てました。今日の自分観察ということで、無心になって料理をしていました。週末の分まで用意ができたので、水曜日から金曜日までは仕事に集中したいと思います。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。最後の言葉いきますね。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの気をまで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I
appreciate。 じゃあまたね、バイバイ。